あー、年功序列がなくなる。こんにちは、つちのこです。電波人間 RPG 続きやっていきましょう。今日ね、更新が入りました。これでスタミナ無限がストックできたり、いろいろ変わってるみたいだね。で、ちょっと解約なのが年功序列。年功序列っていうのは出生で前にゲットしたやつの体格を引き継ぐってやつですね。それがなくなったということで、49日目、何がもらえる？スタミナチケット、逃がさない一ターン1個、木箱のボックス以下もらいました。さあ、イベントキャッチが出てますし、イベントショップも出てますし、イベントステージも開催中。森のキノコは誰のもの開催中。わあ、ちょっと楽しみだな。明石イベントも出てますよ。ということで、じゃあ、イベントアンテナ塔行ってみましょう。イベントキャッチ、イベントキャッチゲットしちゃおうかな。今回結構すごくって、僕まだ1個も持ってないですね。あの全体攻撃の、うわ、すげえ色。これ装備かな、装備、これこの色。ちょっと1個まず取ってみるか。山火事プラス。みんなちょっと回復に。かまいたち、ちょっとあの上に行かないでもらえますか。山火事もちょっと欲しいかもしれない。ちょっとかわいいな、この子、羊みたい。ちょっとおい。この子もかわいいね。っていうか、みんなかわいいかも。ほい、あなたちょっと1個ゲットさせてください。金ですかこれ。あ、お月の装備持ってるってことだね。傷ついた時の治療は私に任せてください。回避率3だから1個下のやつですね。感電、黄色か、金じゃなくて。そうだね。てか顔面顔面いいな、やっぱ顔面が可愛すぎる。え、ちょ、この子も気になるな。なんかどうしよう。ちょか、えい、あ、この子もよく見たらマーブルになってる、かわいい。ちょ、面白い顔。ちょっと目だけあれだけど、目よくしたらすごい可愛くない、この子。私の炎はとても綺麗なのよ、見てみたい。回避率18なんで結構あれですね、ちっちゃい子ですね。イエーイ、月うさシューズ手に入れました。ちょっと見てみましょう、装備の方も。いや、もうここまで来たら全部ゲットして紹介した方がいいか。そうですよね、全部ゲットしちゃおう。イベントキャッチ全部ゲット、装備もゲット。でんでかでんでんじゃん、りょうれ、できるかな。顔面を引き継がせたい。魅了、ピンクと白が入ってるって感じかな。回避率7、かまいたち、月うさパンツ、月うさミトン、月うさの服。よし、いろいろ手に入れました。さあ、そしたら装備を見ていきましょう。装備がね、よかったらめちゃめちゃおすすめってことで、みんなにもおすすめできるんだけど、月うさの服、月うさの耳、月うさボレロ、月うさシューズが入ってて、こっちが月うさパンツと月うさミトンが入ってますね。で、月面の服に満月、ススキ、クリティカル耐性、光属性プラス1ということで、ちょっとじゃあ全部外させてもらいましょう。で、ちょっとコウタくんにつけさせてもらいますね。まずは月うさ、月うさの服、月うさの耳、ブラインド耐性に光耐性で、月うさボレロ、回避率 13% で、月うさミトン、証がプラス 5%、 特技が 0.15 倍で、月うさパンツ、光属性がプラス1で光攻撃がありになりました。で、月うさシューズが証プラス 10% で、証装備には一応なってるのかな、これで。ほい、ということで、証がプラス 10% になる装備ですね。だから証、シューズとか、ボレロだったかな、が、まあ、証プラスになるっていうのは、証を、ゲットしたい時に、必要な装備としては、まあ、優秀なんじゃないでしょうか。普通に売ってんのがね、ギンガムチェックとかいう服とかですから、証がアップする装備っていうのが。だから他でね、証がプラスになるっていうのはそこそこレアなのではないでしょうか。こちらの装備が、ちょっと回復じゃないやつですね、にそれぞれ一つずつ入ってたという感じでございます。
だからこういう風に全種類するには、2体6ジュエル必要ってことですね。まあ証、まあこれからもですね、証はやっぱイベントステージとかでも、絶対的にですね欲しい装備ではあるので、証の装備っていうのは、まあ、5% でも上がるのであれば全然ありだと思います。さあ、あとはこの月面服、防御力が上がり、満月光属性がプラス1、眠りプラス眠りが1ですね。相手を眠らせるってことだよね。すすきもあったんだ。あれ、すすきあったっけ。クリティカル耐性、確かそのぐらいでしたよね。こんなもんでしたよね。まあ悪くないかな。うん、これちょっとあのネタ装備っていう感じですかね。これゴーストバスターありは、まあ結構ね、あのもうすでに装備として存在してますし、クリティカル耐性もですね、まあ上げても自分がクリスタル上がるんだったら結構使えるけど、他のもまあそれほどっていう感じなので、まあみんなちょっと回復持ってるんであればね、ゲットはしなくてもいいかなと思います。だから僕のおすすめとしては、この月野ちゃんと、ももちちゃんももちハマストアのももちちゃんと、この子がおすすめですね。そしたらこの装備が手に入って、証がプラス 10% されるという感じでございます。でみんなちょっと回復持ってない人はセレナちゃんを捕まえてもいいかもしれません。まあネタ装備としてね、ゲットするのは全然ありだと思います。さあ、それでは一回イベントステージの方行ってみましょうか。証をアップする装備をつけましてと、お宝重視、いいですね。お宝どんどん重視、はい、お宝重視、証をどんどんプラス 7%、 まだまだ上げられるね。すごいいい感じ。じゃあこの証ブリブリパーティーでイベントの方ステージ行ってみましょう。森のキノコは誰のもの。あ、スタミナ1なんだ。森のキノコが全て消えてしまった。消えたキノコの行方を、1日3回ですね、行ってみましょう。はあ、森のキノコが全部消えちゃったの。みんなキノコ狩りを楽しみにしてたのに、こんなことは初めてよ。村にキノコもが生えてるって。これ村のおばあちゃんが作ってくれたの。器用なのよね、あのおばあちゃん。これおばあちゃんが作ったの、このキノコ。いつもなら村中にキノコが生えるのに、今年はどこにも見当たらないんだよ。でも森のどこかでたくさんのキノコを見たやつもいるよ。そいつは森から逃げ帰った後、そこの家に閉じこもってるけどな。ここですか。あ、黄昏れてる。俺森でキノコを探してたんだけど、いつの間にか迷っちまってね。そのうち苔の生えた変な茂みを見つけたから、何気なく奥を覗いてみたら、そこにはたくさんのキノコが生えてたんだよ。そしたら巨大なキノコのモンスターが現れて、無我夢中で逃げ出したんだ。別の茂みにあったワープホールで森の入り口近くに飛んだまでは覚えてるが、気がついたら村のみんなに解放されてたってわけさ。なるほど。じゃあ敵は大きいキノコのモンスターが現れてるって感じですね。おいらキノコが大好きなんだ。おばあちゃんが作ってくれたキノコの置物はとっても美味しそうだけど、やっぱり本物のキノコが食べたいよ。お、ここは？俺が匂いに敏感なのは知ってるよな。だから今年もキノコを見つけられるさ。森に行くのはちょっと怖いけど、しばらくキノコを探してみるよ。そんなに言うなら止めないけどさ、いくら独り身だからって無茶はしないでおくれよ。行っちゃった。ちょっともうちょっとだけ村を探索しましょう。おお、よくおいでなされた。わしは最近物忘れがひどくての、気になったことをメモに書き残しておるんじゃ。そこの本に挟んでるメモを読んでくだされば、何か思い出せるかもしれんの。どれ、これキノコモンスター。え、キノコ。とても古い書物が並んでる。キノコモンスターだった。わしのメモを読んでくださったんじゃの。おかげで少し記憶が蘇ってきたようじゃ。キノコモンスターって何？いつだったかこんな話を聞いたことがありましてな。その昔、巨大なキノコのモンスターが森のキノコを片っ端から持ち去って、そいつを独り占めするために隠れ家である巣の近くに植えたと。しかもそのモンスターは何日かおきに巣の場所を変えていたということじゃ。おそらくワープホールを利用してあちこちに瞬間移動していたらしいが、もしかしたら森のキノコが消えたのはそやつの仕業かもしれんの。なるほど、そういうキノコがいると。それが今回のやっぱりボスって感じなのかな。今回も入るたびに違うのかな。
みんな楽しみにしたてたキノコ狩りが今年は台無しなのよ。いつも通り美味しいキノコ料理をたくさん作ろうと思ってたんだけどね。おばあちゃんがキノコの置物を作ってくれたから雰囲気だけ楽しみことにするわよ。さあ、なんかまた隠しのお店とかないかな。大丈夫？ここんとこ森の様子が変なんだ。キノコはなくなるわ、モンスターはうろうろするわ。こりゃもしかしたらじいさんの昔話が本当になったのかもな。あのじいさんなら奥の家に住んでるよ。話が長いし忘れっぽいから気をつけてな。だからメモしてあんのかな、あそこにいっぱい。やっぱり秋はキノコじゃの。でも今年は全くキノコが取れんのじゃ。村中のキノコじゃと。これは私がこさえた作り物じゃ。せめてキノコ狩りの雰囲気だけでもと思うての。よくできとるじゃろ。すごいねおばあちゃん。こりゃいっぱい作っちゃうよな。様子を見に行くか悩んでるところだ。わしは耳が良くてね、害鳥の音なんかはすぐ聞き分けて追い払うんだが、モンスターが相手となるとな。村の基地にいる女房の話も聞いていってくれ。私の旦那も森に入ってキノコを探してるのよ。旦那は視力が良くて体力もあるからモンスターと遭遇してもうまく逃げるはずよ。どれ、ちょっと行ってみるか。じゃあちょっと聞いとくれよ。村のみんなが楽しみにしてたキノコ狩りが今年は台無しなんだ。なんせ森のキノコが一つ残らず消えちゃったからね。でも森でキノコを見たっていう噂もあって、村の男たちが探してるんだけど見つからないの。迷惑じゃなかったからこの先の森でキノコを見つけてくれないかい。もしキノコを見つけてくれたらお礼させてもらうからさ、どうだい。はい、行きましょう。みんなきっと喜ぶよ。モンスターがキノコを奪ったって噂もあるし、森に行く前にみんなの話も聞いてみるといいよ。森でキノコを見つけたらどうか無事に戻ってきてくれよ。キノコが襲いかかってくるって感じなのかな。よし行ってみよう。こっちたら100だぞ。どうも、俺は体力に自信がある。だからずっとキノコを探してるが見つからん。全然先進んでないじゃん。遥か北東の茂みで赤いものを見た気がしたが少し疲れたかな。はあ、あ、なんかいるぞ。こやつらですかね。あら、かわいい穴掘りホッグ。さあ、証を出てくれ。全部まっさら状態だよね、多分。証は出ず。あ、証何パーセントか見ればよかったな。で、ここから何が出るでしょう。黄金の鍵とか出たら嬉しいけど。ガーベラ。あ、そっかそっか、イベントキャッチはそういえばお花がいっぱいもらえる。すっげえ、結構眠りマタンゴ、毒マタンゴ、もうキノコじゃねえかよこれこそが。まさに、もしかしてしびれマタンゴとかいる。お、キノコをゲットしました。キノコあるじゃん、普通にキノコ狩りじゃキノコ狩りじゃねえか。もうすでにめちゃくちゃいるモンスターが。穴掘りホッグは今 189% ですね、ブーストかけてないで。落ち葉の山、穴掘りホッグの証をゲット。よし、これで穴掘りホッグは倒さなくても別に良くなった。落ち葉のやつも、なんだ落ち葉のやつって、なんだろう。え、これ何、落ち葉の山はあれかな、コレクションか。コレクションというかデコリかな。見に行こう。なんだこれ気持ち悪いめちゃ、なんかマタンゴもどきって、もどきなのそれ。ちょっと顔がおもろいな、マタンゴもどきのスライムみたいな。落ち葉の山、落ち葉の山結構もらえるね。これでデコってねって感じでしょうね。じゃあやっぱりあれですかね、イベントキャッチ、いや、イベントの、やることが終わったらまたデコリやってみんなの島見に行こうかな。自分の次は自分のデコリをちゃんとやってからみんなのところ、このイベント仕様になっている人もきっといるよね。よし、ほらほら、結構ブヨブヨ湧いて出てくるな無限湧き、もしかしてすげえ湧いて出てくるけど敵が。はい、ブレイズウッドの証ゲット。これちょっと、クリアするの楽しみだな。どんぐらいいるのか、どんぐらい証があるのか。なんか敵の種類多くない？今んとこ結構多いよね。ブレイズウッドは手にした。であとはマタンゴモドキと、さっきのマタンゴたち、しびれマタンゴ、毒マタンゴをまだだよね。さあ、どんぐらいの広さなんでしょうか。
あ、この子は良かった、別に戦わなくても。あのホリホッグはもう証手に入れましたね。まあ多分やっぱりね、送り合いができない星3、星4、星5あたりが結構ね、後半まで残ってくるんじゃないかななんて思いますけども、これはまだだからどんどん戦おう。で、隣のブレイスウッドはもうゲットしましたからね。よし、183は結構ね高いよね。だからこれを考えるとやっぱ青妖精の装備っていうのはもう絶対井の一番にゲットした方がいい装備ですよね。こっちあるぞ。なんだ、え、なんかここ一応扉扱いになってるが、え、ワープホールある。はあ、これでも戻っちゃったら嫌なんだけど、なんだこれはまだ行くのやめとこう。違うとこにワープするんだったらいいんだけど、これなんだ。お、まだあるぞ、ガジューガールだ。で、このドクマタンゴは証し、おお、なんかまだ新しいのいる、エイプオラクル、ドクマタンゴにエイプオラクル。こうアイコンになってないやつがいたら厳しいよね。キノコゲットで、また、あ、またある。え、なんかボスっぽくてボスいないっていう、何なんだこれ。これは一体何の秘密があるんですかこれは何だ、おやおや、何ですかこれは。あ、なんだ、すぐ近くでキノコの匂いがしてるんだよ。それになんか嫌な音もするから、でかいモンスターがいるのかもな。俺のピッケルじゃ心もとないし、あんた強そうだから調べてみてくれよ。こっちですかね。あ、なんか、あ、なんかいそうじゃない。あ、なんかいる新しいのもいる。これなんこれ、眠りマタンゴ、マタンゴモドキって何なんだろう。じゃあキノコでもなさそうだけど、これは一体何ですか。で、こ、あそこがちょっとボスっぽいから、もしかして三部作みたいな感じで横にいるのかな。だん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 いるって感じ。真ん中と左にもあんな枠があったけど、ちょっと下行ってない場所がないようにしときましょう。もうエイプオラクルがね、このなんて言うんだったら、エンカウントアイコンになってないからちょっと困る。落ち葉の岩と木箱ボックスの床かい、証じゃなくて。さあ、ここは、お、まだあるぞ。何が出た、あー、出た出た。こいつは戦っておきましょう、証のために。全ては証のために。一発目でどんぐらい証が回収できるかだな。回収回収回収、楽しいぞ。よし、さて、ここ、あ、待って、つながった。いや、広いね結構さすがイベントステージ広いで、まあ1段階目か分かんないけど、あの敵はそんなに強くない、みんながまあ遊べるようにって感じだね。1日で到達できるレベルですよねこれね、レベル20ぐらいって。よし、こっち行って、全部のやっぱり宝箱も取りたいよね。よっしゃ、ラーベラで、ここにまた枠がありましたと。大当たりはだから、これちょっと、あ、いや、入るのやめとこ、あそこだけだね。ここで多分全部見終わったはずだから、あそこまで戻りましょう。さっきの鉄柵があったとこ、お、来るか、しびれキノコのカゴ、ドクマタンゴの証ゲット。よし、ちょっとバトってみましょう。お、いやー、でっけーな、王冠、ブホホホホホ、見かけん顔だが我の住処に何の用じゃ。うわ、なんて大きいんだ。君はキノコを独り占めしてたんだね。独り占めしてたの。混んでるから森にキノコを戻してほしいんだ。久しぶりのコウタ君の声、嬉しいです。たわけたことを申すな。森のキノコはすべて我のもの、貴様ごときに渡す分などないわ。
キキラお願いしてもダメっぽいね。怖顔。だったら君を倒してキノコを返してもらうよ。ねえ、コウタくんは全然強そうじゃないけど、後ろに控えてるみんながめちゃめちゃ強そうって。我の恐ろしさを味わうがいい。尻尾がなんかハートで可愛いな。キングバタンゴ出ました。オラオラオラサンドバッグ。よし、何も出ませんでした。うん、バフーちゃった。ん？あ、キノコだ。たくさんのキノコだね。やっぱりあのモンスターがここに隠してたんだ。隠してたのか。何も知らせなきゃ。なるほど。当たりがここってことか。で、当たりがランダムって感じ？おやまあ、本当にキノコを見つけてくれたんだね。おばちゃん、あんたを信じてたよ。もう嬉しくて泣きそう。みんなを呼んでくるからちょっと待ってておくれよ。改めて本当にありがとね。後であんたの見つけてくれた場所へキノコ狩りに行ってみるよ。さあ、これは村からの感謝の気持ちだよ。どうか受け取っておくれ。もちうさぎの耳、かわいい。もちうさぎ装備をもらいました。さあ、どんぐらい敵がいるのか。これで終わりなのか。どうなんでしょう。ランダムなんよね、多分ね。4つぐらいあの箱がありましたもんね、ボスがいる。証は3つ手に入れることができました。その他にはもちうさぎの耳ぐらいかな。さあ、どうだ。ほうほうほう。あ、で、あともう2人ボスがいるって感じですかね。どんぐりの服、どんぐりベレー、あ、欲しい。秋の装備いいですね。よし、あ、ブーストゲットもやらなきゃいけないな。で、じゃあこちらの証をですね、どんどん僕はゲットしに、向かいたいと思います。結構強そうななんか影もあるけれども、1日3回しかできないので結構大変そうだな。さあ、あとはイベントのお店ちょっと行ってみましょうか。イベントショップあるんでね。今買わないですけども、どんなものが売ってるかだけ見ていきましょう。お月見セット、あ、かわいい。ススキのフェンス、月うさぎベッドに月うさクッション、満月テーブル、あ、すごいいいね。星空の壁ってめちゃくちゃいいな。月面の床、なんか一つね、月面のそう、月面のお家作るっていうのも悪くないですね。で、イチョウの木という感じですかね。で、イベントのでゲットできるキノコなんかも、まあ、装飾に使えるといった感じでしょう。はい、ということで一通りですね、イベントのことやってみました。イベントキャッチもですね、結構いい装備も手に入るし、まあ、全体攻撃のキャラも手に入って、顔も結構良しということでね、まあ、ジュエルゲットとかでね、ジュエル余ってる人は、取ってもいいかなと思いました。みんな回復以外をね。でもこれはね、今の僕何にも見てない僕の感想なので、もしかしたらあのね、あのみんな回復を絶対 取ってくださいみたいになってるかもしれませんけれども、はい、こんな感じでございます。じゃあ、それじゃあプレゼントの方もらっていきましょう。さあ、いや、また81になってる。さあ、花もぐら、まあ、イベント終わったらちょっとね整理しようかな。イベントの証チャレンジが終わったら、まあ、自分でねなんとか頑張って撮りますけど。さあ花もぐらから、煉獄ウッキーの証、ありがとうございます。フォロワー外から、なんだこれ、読めない、やばい、地理が分かんない。あ、総川公園、ちょっとやばい、わかんない、ちょっと恥ずかしい。カビまんじゅうの証、ありがとうございます。何川公園って言うんですかこれ。そしてフォロワー街から花もぐらで埋めてくる。そしてまた同じ人からですね、ダークゴブリンの証、カビまんじゅうの証、そしてデミグラソースデーモンの証、ありがとうございます。デーモン倒せたんですね。僕実は1回しかデーモン倒してねえんだよな、あの適当に進んじゃった時。モフキンピカモグラ、あ、ブーストゲットのやつだよねこれ。イチさん、ありがとうございます。そして花もぐらトマトさん、トマト、ありがとうございます。トマト、花もぐらトマト、ありがとうございます。で、虫歯の証、お、虫歯の証もくれちゃった、ありがとうございます。トマトさん、そして迷路島、え、ちょ、楽しみ、迷路島行ってみたい。迷路島覚えとこう、迷路島絶対行くからね、覚えとくからね。バブルジェリーの証、初にみんな無敵3体さん、
そして天使のフォークの証、なんかいいやつじゃないこれ。ありがとう、みんなありがとうございました。そして一括で受け取っていきましょう。70、あと10しかない10しかない。あのイベントが終わったらね、なんとか。おー、モンスターの証、火の試練。あ、これね、僕4時間 無限の時にね、周回してたんだよ。ここ全然ゲットできなかった、この2つね。あ、しかも見せたっけ僕、このドンピシャで。ありがとうございます。また10だけ枠が空きました。ただイベントステージはね、頑張って自分でもやりますからね、みんなと一緒にですね、あのギャーギャー、あの出ねえな、証出ねえよって僕も言いたいと思います。ということで、次回はですね、イベント次回はですね、イベントステージの次回はですね、イベントステージの次回はですね、イベントステージの証ゲットと他のね、ボスたちに会いに行きたいかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。